こんにちはこんにちはい<や>すいません <laughs> ちょっと今マイクの店舗がなねどこ上げてるのかな <laughs> <laughs> そうそうごめんなさいマイク入れてなかったね、はい、<laughs> と今日は九、えー、月の八日あのー、土曜日十六時回りました、はい、琉球イズム僕が移住を決意して沖縄に住むまでのビ、えーボログパリティの増田と。 日賀と申しますよろし,くお願いします、はい、よろしくお願いしはい、はい、えー、まあ、この番組ですね、あのーまあ、僕が沖縄に移住をすると決めてですね、まあ、沖縄のまあ比嘉くんももちろんそうなんですけど、えー、ヒントをねいただきながら沖縄の習慣とか文化生活などの、ね、魅力を再発見してもう特に比嘉くんから多分今後どんどん発信してくれるんじゃないかと思うんですけどいろいろな方々と、ね、触れ合いながらとにかく沖縄ライフをです、ね、楽に楽しくする番組です。 三十分、短いお時間でありますけれども、お付き合いお願いいたします。はい、ええー、と、はい、こんにちはーす。ええと、まあ、僕、まあ、今日で二回目なんですけど、はは増田さん、ちょっと、あの。僕から情報を得れるみたいな、なんかちょっと、二回目の人にハードル上げすぎだね <laughs> と思って。<laughs> <laughs> いやいやいや、やっぱね、あのー、まあ、先週二十五歳、今年二十五歳ということで言ってたけど、もう二十五年、今言ってしまえば四半世紀ですから。はい。 沖縄で生まれ育ち、はい、沖縄で過ごしてきた人僕がどんなに沖縄を好きになろうが叶うはずもないのでいろいろねあの聞けたらいいなとで、まあ、僕もあのいずれはこっちに来るので予備知識として比嘉くんからいろいろ聞いておけると、まあ、楽は楽だなっていう気がするのでぜひぜひいろいろ今日もまあ,あのなので今日は比嘉くんのちょっと そうね、ど僕俺としてはねそんなにあいいんじゃないって思う,うお話なんですけどまあね見る人が見るとちょっと特殊な趣味というか特技というかっていうのがあるのでそのお話をね、あのー、できればと思いますのでよろししくお願いいたします今日もよろしくお願いいたします。 うん。はい、えー、っと、オッケーです。で、さっきので、えっと、オープニングの B. G. M. って、これ民謡ですよね、沖縄の。 これねオープニング、はい、はね実はそのさっき挨拶したしたうちの FM 那覇の大城さんというが、はい、あのなんか用意をしてくれたというか、はい、これどうですかって感じで言ってくれて、はい、もうあの俺もねなんとなくその要はな,なんだそういう著作権とか著作権フリーみたいなやつをちょっと何個か持って始め来たんだけど。はい あの大城さんも用意してくれてたみたいで「はい、それこれどうですか?」って言われてなんかね大城さんとかってもう,、まあ、もうプロというかなので、はい、もうそこら辺はもうだしあと沖縄の、ね、方なのでもう「あいやいやもうぜひぜひ」っていうことであの流してるから、はい、ん分からないだから <laughs> 分からないってのはおかしいんだけど<ー>もうね。もうもうあららかかかじめ会ったからもうなんか それがそ,もうそれでじゃあぜひこれでっていう感じで言っちゃったからこれなんか民謡なのかな民謡聞いたことあるんですよねいはいへえ<ー>、はい、あそうなんだあもう全然ね実はねもう <laughs> その辺は全て実はやっていただいたという状況でございますああそうなんだだからねあんまりね詳しく、うん、で、まあ、あのこのジングルというか CM は ね、FM 那覇が用意,してくれてる用意されてるものを、ねはい、あの使うという感じになっているので、はい、決まってはいるんですけど、はい、そうであとはもう何にも,、ね、あのもう全部自分で決めていいから、はい、も,うもちろん BGM 流したければ多分、ね、BGM 流して喋ってもいいしそれこそ2人でも3人でもいいし。はい もう一人でひたすら喋ってもいいしっていうなほとんどね制限がないからね本当にだからまあちょっとあの一年ぐらいヒガくんと一緒にやったらヒガくんもなんか番組持ったらいいんじゃないお <laughs> <laughs> いやマサさんと一緒にやっていきたいですそう,そうねそうね、はい、ぜ,ぜひぜひ本当にそれがいいそれがいいよ、はい、本当にお互い独立してしまったら。<laughs> <laughs> 仲悪くなったと思,思われますしあとは番組で「てんやわんや <laughs> <laughs> そ、ね」そうだねそうだねでまあそうそうじゃあ話を戻してですね、はい、もうもう5分経っちゃってますから<早っ> <laughs> そうそうだからあのー、そうなのよ30分でね2人だと短いねマジで短いですね、はい、結構ねその先週先々,あ先々週まではあの俺一人でやってたから、はい ああじゃないこうじゃないって話してもね返しがないからどうなんでしょうねみたいな感じの話ばっかだからなかなかね,あのねあの話をし結構用意しとかないと持たないっていうのはあったんだけどもうね二人だと本当にすぐバーっと時間経っちゃうからもう今日,あの日賀くんがねあの日賀くんにぜひ話してほしい話っていうのがあるのでそれをぜひねもう早速。 あの、聞いてみようかなと思うんですけど、ちょっとね、あの先週もちょっと話したんですけど、特殊というか、変わっているのかな。まあ、そうですね。はい。変わってるらっかい。<心> <laughs> そうそうそう。なね。趣味というか、はい、趣味なの。そうですね。趣味。まあ、趣味ですかね。はい、まあ、ね、こんだけね、のこさみたいな形。ってますから。ら、まあ、こんだけなんか引っ張って、実はこのね、今から言うこと言ったら、なんでそんなことかって思われるのも、あれだから、先に言うと。 信号がすっごいい詳しいんだよねそうです、ね、no, あのめちゃくちゃ信号詳しくて、はい、あのもう本当に周りが引くぐらい詳しいっていう人なんですよ比嘉くんが。だからあの、まあ、先週ちょっと話しましたけど銀座で、ね、会った時もあの信号がどうとかこの信号がどうとかっていう話をあの一応僕に一生懸命してくれるんですけど俺が全くわからないっていうね状況で。 あの死因となるっていう、ね、<laughs> なんかんか滑らされてる感しかなかったあの時だからぜひそのね辺りの話をちょっとしていただけると詳しくで沖縄県にもやっぱ、はい、まあそう沖縄県は結構実は信号事情は特殊で特殊なんですよ沖縄県の方々は知ってるかどうか分かんないですけどまあでも知ってるかなあのさ時間によって車線が変わったり 信号が変わったりするじゃないですか。あ、あります。えー、も信号が変わるの僕が分かっている中では。五十八号線。はい。なんですけど。はい。えー、っと、確か。青信号と矢印。はいはい、直進とか左折とか。で交通制御する。はい、まあ、のに。変わってたんですけど、最近なんか廃止されてるんですかね。あそうなんだ。見かけないですね。 へはい、あだからあの時間になるとまず車線が片側二車線になったり片側一車線になったり<あ>あ逆になったりするじゃないですかそうですねリバーシブルそうそう、ね、はいあれねたまげるっていうかそうですね時間間違えるとそうそうそう,う意味が分かんないことになるよねいいどころじゃないですからね <laughs> <laughs> そうあれはあれはちょっと衝撃でした、はい、ねの 信号も要はそのシステムが東京とかにはないから、はい、その時ってなんか信号矢印がさ、はい、ついてますよね矢印とか、はい、こ,ここまではあのこっち車線だよみたいなそう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 中央線の矢印はここですよっていうようなポイントの,あの信号機というか指示機が そうですね。ありますよね。はい。だからあ,あんなんもう向こうで向こうっていうか内地で見たことない。ええそうなんですか、ね。ないないない。だからこれは難しいなって思いながら運転してたかな。はい、あとね沖縄でその特殊なバスレーンはどうですか。ああれってこれよく分かってないんだけど、はいはい、まあ、あの一応教習所ではね習ったような気がするんです。はい。 バスの優先優先だったり専用だったりそうそうそう優先っていうのは走ってもいいんだよね大丈夫です俺らは来たらどく形がでいいんだよね専用はもう入っちゃダメなんだよねそうそうそうだからあんまり向こうない専用はあ専用ないんですかでも那覇あるもんね儀乃湾からありますあるよねだから「え何これ?」っていうふうに初め思ってあんかそういえばやったよな教習所でだけど 実際教習所でさ、はい、実施というか運転の外で仮面取れば外運転するじゃないですか、はい、バスの専用レーンっていうのがないから、はい、その教習所の付近に、はい、だから教科書だけでこんなのもありますよみたいなそう現場がないから座学というか学科の方だけでこんなのもありますよみたいな。 ぐらいはやったけどリアルに見た時にで俺間違えて入っちゃったのそのあ、はい、専用レーンに、はい、だけど誰も入ってこないじゃん、はい、あダメなやつだこれと思ってっす,のもすぐ戻ったけど <laughs> あれ入ってもダメもう本当に左折とかする場合なので認められるとしたら<あ>本当にある程度近づかないとほ<ー>そうかそうかそうか。 西洋レーン中に左折する場合はまあちょっと入って左に曲がるのはまあなんとかオッケーな感じなんですけどまああまりにも早く入るともうアウトですね。そうあれはね特殊ですね見ないです向こうで他なんか信号でなんかこまあこっちならではっていうかっていうのなんかあったりします？あの今バスレーンでちょっと思い出したんですけど。 えっと浦添の脇港五十八号線なんですけど、はいなな、なんとなくわかる。うん、バスレーン朝のバスレーンの専用のと専バスレーンの時間帯だけつくバスレーン用の信号機があって。うん、<laughs> ややこしいわ。<laughs> そんなのがあるの？はい、はあはあ。あでこの信号機がつく間は,はい、はい、別の信号機の時間も調整される上にはい、はい、矢印も出なくなる時もあって。はあ 一箇所だけ矢印がこの時間帯だけ出ないっていうのがあって <laughs> ちょっとあれなんですけど話、はい、あの遮ってしまうんだけど、はい、そういう情報っていうのはどこで仕入れるの <laughs> たまたまそこ通らないと分かんないですねっ通っても分かんなくないえっとまあ僕はまあちょっと事情話せば結構くどいような説明になるんですけど <laughs> まあ僕大学行っててですねはい、はい、那覇の大学来たんですけど、うん まあ免許が大学入ってから取ったので、はいはい、それまでバスで通ってて、ーはーはーで、その時に。バスが通る場所でもあるので、それで発見したんですよ。<laughs> で、でも、あ、そうか、そうか、そうか、でも、それはもう、もう毎日のに乗れば、なんとなくわかるもんね。ええ、はい、あ、じゃあ。まあ、これ聞いてる沖縄県の那覇とか、の浦添あたりに住んでる人は知ってんのかな。いや、牧港って言われても、牧港の高架橋のところ。はいはい の出口のところなので、うん、あの速行を通ってる人わかると思います。そこの高架橋の出口ではなくて、この速度横から来るところの場所がこうなってるので、うん、元々はそうですね。普段はバスレーンの信号は消えてて、はい、消えてる間はえっと直進と左折、はい、で。 右折や矢印を出すっていう形で、青を使わずに矢印だけでまあ整理してるんですけど、はいはい、バスレーンの時間帯になりますと、左折が出なくなるんですよ。直進しかできなくなるんですよ。ははは左折が出ない。はい、左折の指示器があるんだ。ウンあの矢印しか出なくてなって。ははなので、赤で直進が出て、はははで右折が出て、赤かなって、はははい、でバスレーン専用バスレーンの時間帯に付く信号が青になって。はは <laughs> <laughs> 赤にバス,レバスレーン専用の信号が赤になって <laughs> はい、はい、やっと直進矢印が出てくるっていうなるほどね俺ねあのー、なんであのー、<coughs> その比較の趣味というかがちょっとみんな引いちゃうのか今ねちょっと分かった気がするマニアックすぎるからですよね。ね複雑なことをすげえ理解しているっていうのにもまず「うん」ってなるし。<laughs> それ結構俺今一生懸命聞いたんだけど全く分からん今全く分からなかった後で写真見せますねわかりましたそうねただね日あのその牧港のあたりごっぱち走ってたらバスがね3台ぐらい渋滞しててあれ何なんだろうと思ってバス渋滞してためっちゃくちゃバス停待ちとかじゃないですかそうそうバス停のありますあそうなんだもう 交通事情が交通事情なんで遅延してて結局はもうそれもね、はい、あ東京とかはね実際そんなタイトな時間で走ってないっていうのもあるのかなあんまりねバス停でバスがこの並んで待つみたいなのは見ないかなああ<ー>まあ、まあはい、なんせ電車がさ、ね、結構、はい、そうそうすごいちゃんとあるから、はい、みんな電車使いたがるっていうのはあるんだよね、はい だからあの混むバスに乗る人もあんまりすっごいいるかって言ったらそんなに多分割合は低い低いから、はい、電車がなくてバスがあるぐらいの人がですねそう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 で駅が近くにない人が利用するとかそんな感じだから、はい、っていうのはあるかもしれないけどあそういうことなのねそうですねへえなんかあの海沿いとかあっちの方とかに沖縄ならではのなんか信号みたいのとかってあったり。 あるの?。海沿い?。海沿いというか。と言います。なんか、ならでは的、沖縄ならではっぽいというか。いや、ならではっていうのはないんですけど、はい、逆に、ならではって言いますと、まあ、北国とか、雪対策。のところが、まあ、ならでは多いと思うんで、はいはい、でもう、沖縄は、もう、雪とかはないんで、普通の、まあ。はいはい。あ、ただあれか暖かい地域と。じゃ、日差し。日差しです、ね。なんか、前ね、話してくれたよね。日差しの、なんか。カバーの付き方が。 変、変と言ったらあれだけど、位置が違うみたいな。あ、それはもう五人ぼしで、どこの都道府県にもあるやつで。あそうなんだ。<laughs> ちょっとあの交差点が、直角とかならわかるんですけど。はいはい、なんて言ったらいいか、ね、九十度以上百八十度以下。って言ったらわかります。九十、はい、度以下百八十。九十度から百八十度の間。はあははあ。ってなりますと。うん、ちょっと手で広げますと。うん、こういう形になりますよね。こうですと。うん これが広がっていくにつれて、五人が生じてくるんですよ。うん、へえ、あ、そうなんだ。もう同じ角度から見てると、うん、同じように見えちゃうので、まあ、ちょっと。久しを長くしたりとか、ああまあ、見えに、あの、五人しないようにっていうのはやってますね。へえ<ー>。はい、もういろいろやってるんだね。はい、なんか、まあ、それは、でも、じゃ、あ各都道府県にというか、まあ、そういう。ことが起きそうなエリアは。やってるって。やってますね。ただ。 LED に変わってこの光の届くなんか横に広がりにくいんだでしたかねああその真っすぐに行きやすいの,は,光るのは分かるんだ横にさ,さほど光らなかったあそれはあるかもしれないね光が散らばらないっていうんですかねのでまあ LED に変わった時にひ写真が短くなったっていうのはまあ何か所かはありますけど<ー>、はい、なるほど確かに LED になってからあなんていうの たまに停止線がやたら、はい、信号に近いいところってあるじゃないですかありますねなんかあの普通に停止線で止まってるのにあれ信号どこ行ったと思ったらすごいその上にあるみたいな、はい、最近確かに見づらいそういうところに当たった時に多分昔はなんとなく青の光が反射してるとか赤の光が反射してるとかがあって青になった時にパッて反射するから。 青になったなと思って進めるんだけど、はい、最近一生懸命上見るんだけどこれ本当に,にな青になってるのかいつ青なってるみたいなことはあるかもしれない、はい、ありますね近いのとかそうそう特に押しボタンの信号はそれ多いかなって思いますねなるほどね、はい、確かにねあるあるちょっとギリギリまで行ったら <laughs> うん、うん、首上げないと見えないそうそうがあってで上げても な何の色がともってるかっていうのがね分かりづらいっていうのはあったりするそうそうそうであとあのまあ前これね飛躍にちょっと話したかもしれないですけど遠くだとあの真っ黒なの、はい、信号が、はい、で近づいていくとあのつくっていうか多分ね<れ>か角度角度下向きにしてるので。角度で近づくと まあ青になってたり赤になってたりっていう感じであってあの歩道のなんだ歩道橋そう歩道あの横断歩道の信号がそれがね置いてあるところはあの東京であの自転車通勤してる時があってそこそれはあって逆に怖かったけどね真っ黒だからあれ信号が壊れちゃってるのかなみたいな。だけどこう近づいていてくとあ 青,青,青じゃんっていう感じな、はい、だからなんか不思議な信号だなと思いながら見てたというか、まあ、さすがに何回かあの通勤で使ってたからその道を、はい、何回か通ればもう慣れてこれぐらいの近く近づいたら転倒するっていうか、はい、光が見えるようになるから大丈夫だっていうふうに分かって初めて見た時はちょっとねあれは怖いですよねそうこう怖かった。 車の信号ですと三つ目の妖怪に見えますからね <laughs> 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 どういうこと目が三つある妖怪に見えますからねあんなカクカクしてああなるほどね、はい、はい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 へえー、でももう比嘉君クラスになるとも,うもちろん信号の歴史も知ってる感じなんでしょ歴史は実はまあ歴史は知らないんですよ本当に好きなところのははこ歴史なので昔どうだったかっていう歴史知ってるんですよ 昔どうだった?。矢印あったけど、なかった。<ー>今なくなっているとか。か今ね。はい、なるほどね。はい、あ,あ、その沖縄とかで、はい、昔はここに矢印あったのに。なくなったとか。へえ、これはあれですね。じゃあ、あの。ね、今も通勤で使ってる人たちっていうのは、そういうのを。知ってるかもしれないですね。はい。特に一箇所なんか那覇の。はあ、那覇と豊見城の境目の、まあ、ほ、三百二十九号線。はいはい。 豊見大橋のところなんですけどあそこ、豊見大橋東交差点だったかな、一箇所左折と右折の矢印があるところがあって聞いた話なんですけど僕もちょっと昔、ストリートビューで現地に降りたら実際そうだったんですけど昔は直進と左折とか左折、右折の兼用車線。 でも左折の矢印つけてたんですけどはい、はい、これ、考えてみるとあの例えば矢印が出ている間に先頭の車両が、はい、まあ左折の矢印が出ている間に先頭車両が左折以外の車だった場合は出れないんじゃないですかうんそうだよね、うん、そうだねまこ,れこの車がストッパーになってしまったがために後ろの左折車が。うんうん、渋滞すると 怒っっちゃってクラクション鳴らすは喧嘩す、まあ喧嘩はないと思うんですけどそれあってまあそういったこのトラブルの原因になってるってことで専用じゃないところはもう撤去したりとか <laughs> まあ左折の指示器ってあんまりいらないよねだって普通に考えてそうですねだって左車線走っていって信号が青だったら左に曲がればいいだけだもんね。はい、だかからわざわざざそんなしかも あでもそうか信号が赤でも左折していいよっていう指示器なのかそうですね赤でも反対車線が右折してる時に左折だとか実際に今僕も信号機について警察とかにも問い合わせしたこともあるんですけど <laughs> すげえな、はいまあ、メールとかでもまあ受け付ける窓口があって <laughs> <ー>そこに今メールしたところ<ー>まあ同様に左折専用車線があるので、うん、左折矢印をつけてはっていうふうに言ったんですけど。うん あそうなんだ歩行者が多くて左折ができないとか、うん、では左折者が多くて直進,まで直進の車線まではみ出してきて直進を阻害してるとかじゃないと、うん、つけないですねやっぱり。へ<ー>、はい、まあそうだよね、はい、左折はそんなに不便した記憶ってないもんね、はい、だからもう交差点によってはさすっごい往来があって右折これって。 なななかなかできないじゃんみたいなところがあったりすると右折の指示機つけてくれればいいのにっていう交差点はあるけど、はい、左折の指示機ってそんなに俺見たことない気がするんだよなあるかな沖縄は、まあ、沖縄でも少ないですよねやっぱねそうそうそうだからあんまり見たことはないけどまあでもあるにはあるんでしょう沖縄はもうありますねまだあるんだ まあ、減ってはきて、どんどん減って。ああ、もうこういう交差点ですか。はい、あ、なくなりました。あなくなったんだ。ええ、はい、今はもう、じゃ、その左折の指示器があるところは。ない左折専用車線があるところのみ。あって、ちゃんと。まあ、あの、事情が、事情、交通事情が。うん、まあ、左折矢印設置の条件って言いますかね、<ー>この、まに、はいはい、まあ。いいんじゃないかっていうようなところはありますが、やっぱりもう。混在のところではないですね。なるほどね。はい はあはあ、まあだからこう、まあ、あのね実はもうあのー、そろそろお時間が来てまして <laughs> なんか前回と同じ感じで終わっちゃった気が <laughs> 違う違ういいのもまでも、はい、まあでもね俺ね大体このねあのー、リ,ューキュリズムは大体終わりがこんな感じなんです、はいつも<度>、ね、もうねダ、あのーッと来て やばいもう時間だみたいな感じで終わっていくので、はい、もう,、はい、う大丈夫です。はい OK です。じゃあジングルお願いします。す <laughs> 勝手に閉めるなんて話ですよ。いやいやいやもうそうそうなんですよ、はい、だからジングルというかねもうエンディングを流さないといけなくてですね。はい、これ今聞こえて、ね、あ聞こえますかね。はい、そうそう,そうあのねちょっとジャックの入り口がさあの選手違って。はい この今あの流れてるもと思うんですけどこれが比嘉君に流れてないから別の人の逆に接続されててそうそう <laughs> 何が起きてるんだみたいな <laughs> 感じになってたんですけどまあえっ、ー、とですね、えーま今,日ま、今日もというか今週も,もうそろそろお時間になってしまうんですけど来週もあのねもう少し あの信号のね話ができたらなと俺ね意外とあの信号の話好きよと思って,てあなんか音響話聞いてて思ってもう僕多分もう今日で出し切っちゃうと思ったんですけど <laughs> まだ出し,切ってない出し切ってないんですよ <laughs> なのでちょうどあいいよかった、ね、いい配分だなと思ってちょっと今 <laughs> まあね、はい、これをねあの聞いてくださってる方がいいねもしね辛いなっていうのがあるんだったらまああの 来週もちょっと耐える感じで、聞いてもらって。ただ、これね、聞いていくと、意外と面白いことがありますからね。ぜひね、あの、来週も聞いてほしいなと思いますので。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいえー、ではですね、えと、今日はもう、琉球イズム、僕が一応決意して。沖縄に住むまでの備忘録、ええ、パーソナリティのマスダと。比嘉でした。はい、はい、ありがとうございました。いすはい、さような,なら。さようなら。